VS、 さあ大本命パオ VS のツック、光秀今日やらそうとしてんのかよ。追加追加いいですか。おはい、シャントットがラストがこれ100万ゴールド、どこに追加よ。50万ずつ、コナコナとシャントットだから150万ずつ。いい、シャントットが150万ゴールドずつ OK、はい、OK です。さあ言います、パオ VS、 さあパオと当たるのはどこか。1から33ツックン、34から66ユーちゃん、67以上コナコナが、61がユーちゃん。さあいきなり1番人気2番人気きました。さあパオ 1.56 倍 VS のユーちゃん。さあ1番人気2番人気 3.74 倍、そしてこちらがコナコナ、3.77 倍からの VS ツックン、12.9 倍。 12.9 倍はここ最近じゃ一番ついてるかな。まあ、最近ちなみに一番入ったでかい配当はピカハラ 10.3 倍ですね。さあ皆様放送お待ちしておりますが、切ってからのこれも、切ってからのこれ切ると。ちょ、曲変えるか。この音楽のは大事だなこれな。音楽の感じが大事。ゆうちゃん放送、ゆうちゃん放送みたいな。逆転のゆうちゃん来た。さあ本日もコロシアム三昧でございますが、フィグコロ、さあ初心者の集まりから始まって、アストルティアのトップ勢たちの戦いになってきますけどね。いや俺ね、リアルのライブイベントとかリハーサルからもやるんだけど、同じぐらい労力だね。まあこんなに喋らないけどね、リアルイベントはね。さあ皆様、しかしイベント業でやはりね、1日16時間17時間働くこともありましたのでね、これぐらいはまあ楽勝って楽勝ですけど、一番心配なのはもう皆さんが飽きて嫌になっちゃうのが一番嫌ですね。私はその気、私はその気ならば24時間喋れますから。そういう訓練をしてきてるんで。東かな。さあ、パオから。でも東さんっていうのはお笑い芸人さんだったでしょ？今もそうなの？現役もそうなの？ということは同業界の人ってことになりますね。さあ、皆様。ただ意外とね、放送やってみ、6時間やるのも相当気合いるよ、放送って。さあ、ゆうちゃん、ランマ、ネルフ、カノンの、さあ、ランマ、ここで来てくれましたけどね。いや、ランマ新幹線、コミューとか、久々に最強ランマ軍見たいよね、久々にね。新幹線、コミュー、ランマ、ミューとかもうマジで強かったよね。あそこもめちゃくちゃ強かったけどね、また来てほしいですね。新幹線なんかもね、ランマ来たらまた来ますとか言ってたからね。新幹、ランマベストメンバーだったら割れたよ。このパオ軍来ても、いや、ランマベストメンバー新幹線とかコミュー来てたらね、こう割れたよ。二分で多分割れたよ。さあこちら、ゆうちゃん、ランマ、ネルフ、カノンの、まあ俺でも最近このね、ネルフさんっていう人に注目してるんですよ。この人一回俺なん、何暗黒魔人かなんか言っただけでめちゃめちゃセンス良かったよ。コロも強いしね、さっきもあの渋くね、時の運だからね、コロシアムは時の運だからねってさらっと言っててね、おお意外と大人だし冷静だし、いや、やるなと思いましたけどね。さあ私的にはこのネルフさん最近注目しておりますが、このカノンノさんもね最近よく来てくれてますね。さあここはもしかしたらワンチャンあるんじゃねえかという気持ちはありますけど、さあパオ軍の動き注目。さあフータパオ、オスカフィアンマ、豪華メンツですね。ツックンが来ない、ツックンお願いします、粉々にお願いしますよ。22サバ、
さあこちらが4分10秒で、さあポイントは未だ動かずでございますが、ランマ総領、さあランマも久々に放送、久々にドラゲー、なんで久々なのか知りませんけどね。さあゆうちゃんが落ちましてからが移動。ごめんなさい、一人トイレに行ってました。一人トイレに行ってました。 OK です、お願いします。さあ350450、さあオスカがポイントを抱えまして、これはオスカパラディンですね。さあランマからの、さああのコロシアム祭りの時にね、あのコロシアム界の重鎮ケンちゃんも言ってましたけど、今回はオスカというスーパープレイヤーが世に知れただけでもやった価値はあったと、レオチーケン、あと誰でしたっけ、あの反省放送やってた時に、言って、それだけのプレイヤーなんだなという印象を私も受けましたけど、このオスカ、さあ200、さあおそらくライトユーザー友の会の非中の日の一人なんでしょう。さあフィアンマ・オスカ・パオ・フータ、さあ現在コロシアムチームがね結構、昔に比べて増えてきたようでございますけど、その中でも全コロシアムトッププレイヤーが集まるチームが注目するこのライトユーザー友の会、今回は、リーダーパオ自らが率いてこのフィギュゴロルームに来てくれましたけど、さあパオがいい、パオシャナがね、あのフィギュゴロルーム入れてくれてきた時はびっくりしましたけどね、嬉しかったですけど、シャナさんは今のところ動きはありませんね。シャナさんも本気出したら一軍に上がれる、バトルマスタースーパープレイヤーでしょうけどね、まだこのフィギュサーこのフィギュゴールーム来てませんね。よくビートマニアの放送してますけど、ビートマニアの放送めちゃめちゃやってますけどね、この前チラッと見たらね、めちゃめちゃうまいのな、あのコンボとかもあのなんもう1000とかコンボいくのな。さあ250から550、なるほど、今のはキラボンじゃなくてホーリーだっただろうと。さあランマ教育勢もいますが、さあナイトヒメヤさんナイス。さあこちら250からの550ポイント。ゆうちゃんはこれチームどこだっけ、ゆうちゃんはどこでしたっけね、このマイハナの、マイハナの会、マイハナ、ジャンガハイで優勝したゆうちゃん、転び、あ転ぶ転ぶ、ゆうちゃん転ぶ。さあこちら300対500、転び転ぶ。さあこちらが残り1分57秒。さあオスカにポイントを集めてね、さあ落とされる、さあゆうちゃん戦士落とされましてから、カノンのしっかりスカラ入れる、ちゃんと俺パラの動きな、これやっぱり僧侶はポンを巻くのが大事なのか。俺も今日最初僧侶やって勝ったけどな、全然分かんなかったわ。まあ俺は僧侶は無理だと思うね、初心者戦で何度か出してもらえるぐらいですかね。さあ残り90秒からでございますが、まあこれほんと粉々放送行ったら初の決勝がテレレレレーの中やるっていう。さあ287513、さあネルフが落ちましてからのゆうちゃん落ちる。さあここはオスカを攻略しなければいけないラインまで貯金を作りました。あそうなの。さあこちらが251、さあ60秒でございますが、オスカを落としてもこれは逆転なりませんけど、でもカノンノが落とせばこれは400対400で、逆転なんですかね。さあこちらガンとさパオが落とされますが、ポイント差は72ポイント。さあユーちゃん落とされてからのザオで戻してのポイント。さあ484からの316、嫌ですね。もうツイッターで言い争ってるキッズとか本当嫌ですね。さあ484、まあ、だから本当あのフィギュアルーム1軍もね、俺はね本当ねこれ、まあ、すごく注文がアナログというか、すごい曖昧な基準になって申し訳ないんですけど、あんまりね、もうあっちこっちと喧嘩してるようなキッズはルーム入れたくないんですよ。まあ、これはもう、どんだけ腕あっても、もう本当、どう超えて、こいつひでえなっていう人間性のやつは入れたくないんですよ。これは結構本音で。だから、もう結構ツイッターとか見させてもらって、あんまひどかったら、いやああいうの書くんだったら抜けてくれないって、俺、そういうこと言う場合はあります。そういうこと言う場合は俺ある。うん、俺はあるある。さあこちらというところで、ナイス勝利はパオフータフィアンマオスカ。やっぱりね、みんなに好かれてみんなに憧れられるコロシアムプレイヤーに一軍来てほしいんですよ。さあ OK、 さあというところでナイスパオ勝利からでございますが、いやでもそういう意味だと俺ライトユーザー友の会、さあナイス。さあこちらパオからまあね、もう俺も知りゃ言うけどさ、知らない場合かいこれ。みんなのツイッターフォローしてるわけじゃねえからよ、そんなこいつ舐めてんのかっちゅうのは、あの
こいつ舐めてんのかっちゅうツイートを見かけたら教えてください。フィギュコロルームにいるやつ、こいつのツイッターはありえませんっていうのを教えてください。マジで？バイオリン渋。マジで？これはいいね。パオ軍やっぱ強いね。パオ軍強いですね。やっぱこの後半、ポイントのデッドヒートにならないと普通に喋っちゃうっていう。戦からはロジックだからにわかには理解してる方が勝つな。パオ以外落とせてないよ。マッチョマナーはあるけどキッズだな。すごっ。ライン上げられないとそうは厳しい。シップなんか超シビーなこれ。クロックスはツイッターは見たけどひどいね、わらわら。シップ。シブこれ。なんだこれ、超渋いなこれ。さあゆうちゃん敗れてしまいましたが、これはまあ渋いなこれ。癒されますね、心が。めちゃめちゃ渋いな。めちゃめちゃ神聖な一戦に見えますねこれ。てて渋いな。甲子園の曲じゃない、そうですか。気に入ってくれてありがとう。いや素晴らしいですよ。佐田家のです。いやこれ多分これ普通のね、普通のこれ多分あのロマサガ好きの方々が集まってやってる感じなんですよね。ほんと。さあソルが落とされてからがツックンショックを与えられて、さあツックンしっかりポイント持たないでね、37ポイントやってますね。さあ粉粉エルプソルなんというところでございますが、さあしっかり落としてからこちら粉粉ポイントしっかり抱えて488。さあ粉粉エルプナンソル、さあこちらの粉粉はね、なんと、まあ、結構若者らしいんですけどね、甲子園の出場経験があると。エースピッチャーでね、エースではないけどね、2番手のピッチャーだったということでね、非常にこの、ガチな高校時代を過ごしてきた、まあ、そいつが何を間違ったんでしょうか。こうやってドラクエのコロシアムに狂ってるっていう、ドラクエコロシアム狂って何を間違ったんだろうか。フィクコロルーム入ってフィクコロにガンガン来て、あのそこそこ勝ってるっていう。さあ215からの585、さあ粉粉248。まあでもこういうタイプはいや間違ってるとは言わないけど、間違ってるとは言わないけど、なんか爽やか甲子園球児の方が良かったんじゃないのみたいな。しかもそれを突然暴露しだすという。俺も甲子園行きましたよとか言っていきなり小手半で、俺甲子園行ったことありますよって、ほんとかよお前っつって、ピッチャーでしたっつって、ピッチャーでしてね、エースではなかったけど2番手でしたっつって、どうも本当っぽい。あの高校までバラしそうになるんじゃないかっていう。さあ22中の573、やばいよな。いやまあ俺はフィクゴロ来てくれてね、こいつ結構面白いんですよ。さあ177からの623、高校バラシは特定されちゃうね。高校もう結構やっぱりね、そういう、さあこちら粉粉しっかり抱えての296ポイント、おのこのこやるじゃん粉粉。こちらも皆さんフィクコロルームなのでよろしくお願いいたします。はい、粉粉背番号11までよく見てるね、背番号11までバレてますから。はい、賞金からがこちら、はい、さあこのまま粉粉ですけどね、ちょ皆さんあれ流していいですか。ちょっとあれ流していいですか、ちょっと曲、あのスペシャルバージョンでいいですか、スペシャルな楽曲でいいですか、粉粉のテーマ曲でいいですか。あれで、じゃ粉粉テーマ曲で、粉粉のテーマ曲どうかわかんないけど、なんで俺が一生懸命作ってきた曲がなんで粉粉のテーマ曲になるんだ、ふざけんのは。粉粉の正体はメガネッシュ、いいよ、笑。はい、今回もやってまいりました、こちらフィグゴロ。さあフィグゴロのこちら粉粉、ちょっとこのちょっと
ちょ、パオが出てくれてんのにこれをどうかと思いますけど、しょうがない。コナコナが勝ち上がってきちゃったからしょうがない。コナコナが勝ち上がってきちゃったからこれしょうがない。コナコナが決勝来ちゃったからしょうがない。パオ放送なしでコナコナが来ちゃったからしょうがない。さあ、こちら。いや、これ勝ったらやべえな、これ。これマジ勝ったらこれやべえぞ、これ。コナコナ勝っちゃったらやべえな、これ。こう、まあもう決勝ですね。もう甲子園決勝の舞台。まあ相手は本当もうマジね、もう全国屈指のもう智弁和歌山ぐらいの、智弁和歌山ぐらいのこの相手ですけど、やばいですね。PL 学園、智弁和歌山、あと横浜隼人。ごめん、ちょっと横浜隼人しと思った。さあ、こちら。音が少し小さい。はい、OK。東海大相模、原監督。そこは大阪桐蔭ですね。俺、原監督のサイン色紙持ってっかな、俺。粉々直帰だ。あの、当事務所のザ・グレート・サスケが、原監督にジャイアンツデザインのマスクをプレゼントしたという。それが、新聞に載っておりましたけど、ナイス。新聞に載ったのも約1年前ぐらいですね。原さんにラーメン屋で会ったことある。誰が甲子園なの。ナイス。さあ、皆様、こちら、今回のこちら、パオ軍に戦うという、さあ、こちら、撃破の資格を得たのが、この、コナコナ。さあ、先ほどの、ゆうちゃん軍は敗れてしまいましたから、つっくん軍 12.3 倍を、さあ、下してきたこちら、コナコナ選手。さあ、こちら、ほんと、キッズ代表旅芸人に転向した、魔法使い選手から旅芸人選手に転向したエルプーさん。さあ、キッズのエルプーさんの、さあ、こちら、動向に注目が集まりますが、さあ、このトッププレイヤーはね、3連勝しては当たり前、3連敗したらもうオワコンだと言われる、厳しい環境の中、この1年間、このフィクコロに、なんだかんだトップで出続けているエルプー選手はなかなかの問題はございますが、さあ、人間的に問題がある、素行があると言われるエルプー選手でございますが、最近は放送で少しはちょっと、よく見られたいという欲求があるのか、なかなかいい顔をしようとする可愛い一面もあります、エルプー選手。さあ、こちら、400対400。さあ、ソル選手が落とされましてからが50ポイント。さあ、こちらはさすがオスカ選手。さあ、早速ホームラン。早速ナイスホームランで150ポイント。さあ、一人ダントツポイントを抱えてナイスランニングホームラン。さあ、こちらが、さあ、こちら、甲子園球場。さあ、非常にこの竜巻で荒れておりますが。さあ、こちら、400対400。まずはフラット、同点に追いつきましてから、同点に追いつきましたから、これ、風太選手がね、風太選手がポイントを失ってエラーですね。風太選手がエラーかまして50ポイント1人。さあ、こちらが400対400のこちらがね、こちら、この、なんていうんですかね、もうこの甲子園球場に武器を持ち込んでの体験コント。さあ、武器持ち込みながらの戦いでございますが、実況。さあ、ナイス実況から、さあ、こんなふざけたことやっていいのか。さあ、こちら、もうギター、もう甲子園球場でギターを弾いている。いや、ありますよ、お前。ええちゃんか、お前。さあ、400対400。さあ、こちらで、さあ、ポイント動くか、こちら、砂嵐、吹きすさぶ、甲子園、アストロティア球場。銀の座で守っていく。さあ、死人。さあ、甲子園球場で死人が。さあ、死人からの復活。死人からのさらに死人ですね。さあ、こちらもう、臨時ですね。もう、こちらも、こちら、高校球児とはもう、打って変わって、もう死人続出。さあ、こちら、大防御を戻しまして、おお、これ、おお、おお、球児勝ってるぞ。乱闘。乱闘まずいな、これは。高野連はどう動くんでしょうか。アストロティア高野連はどう動くんでしょうか、これは。さあ、この事態をどう収集していくんでしょうか。さあ、全身全霊切りからの、やばいですね。さあ、全身全霊ギリからでガツンでこちらは落とせない。さあ、落とせないから粉粉。さあ、残り2分少々でございますが。さあ、ほんとお前、5分とか言ってよ。マジ、ワンイニングにもなんねえかな。ほんと一回マウンド移動して、ピッチャー投げて、もうこの、バッター一人の所要時間ぐらいでこの試合が全部終わるっていう。さあ、こちら、438-362 からで、さあ、ソルが落とされてからが、こちら、ボケていく。さあ、甲子園球場、アストロティア甲子園、ボケてからの誰も受けず。さあ、この数万人の、この、数万人というか、この、来場8000人の、誰も笑わせることなく、パオ選手。さあ、こちらからの362-438。さあ、ここでエルプー残ってからの、はい、火事、甲子園火事。キャンプファイヤー。さあ、からのこちら、誰も落ちずからの、さあ、ここでさらに、ここ、エルプーで笑わず、
さあ、ここで、斧無双で、こちらがパオを残ってから、フリブレ。で、ここ、綺麗に落としていく。さあ、綺麗に落として、綺麗に合わせて、なかなかやりますね。お、やりますね。お、コナコナ君、やりますね、見てると。なかなか冷静。綺麗にフリブレで落としてから、エーペチ。さあ、ここで、コナコナが、コナコナが119ポイントで、こちら、渾身切り。さあ、なんと、イーブンの戦い。さあ、ここまで予想。さあ、皆様、これね、一応1分を切ったところから9回表へとさせていただきますが、1分切ってから9回表、残り15秒9回の裏とさせていただきますが、さあ、まあ、長時間やってますからね、8000人ね。もう1万人行くまでやれと言われると倒れちゃいますけど。さあ、こちら迎えました、9回の表。さあ、9回の表、これ400対400の同点で迎えましたが、まずは牽制で渾身切り。さあ、こちらは1人落ちてから残り1分でございますが、はい、火事、はい、放火。さあ、放火で誰も、これはぼやで済みました。さあ、放火で誰も落ちない、ぼやで済んでから1人落ちる。さあ、こちら、ソルからがナイス、ライガークラッシュで、さあ、笑かせられるかのパオ。さあ、どうだ、バギークローズ入って、ここで、さあ、ここで粉々パオを落とせない。はい、縦ガード、ここでガードされる。このガードは痛いか。さあ、今のガードはちょっと痛かったが、ナイス三振。さあ、ここで今、空振ってからの455。さあ、オスカ258。さあ、フィアンマ落としても勝てない。フィアンマ落としても勝てないが、ラストワンプレイあるか。さあ、エルブーが魅了されてしまう。さあ、エルブーが魅了されていく。やばいやばい。野球部、禁断のマネージャーとの恋。さあ、禁断のマネージャーとの恋で。さあ、こちら先輩にバレてボッコボコ。さあ、315からの485は、こちらは、勝利は、パオ軍。いやー、大健闘でございましたが、こちらは、本命のパオ軍が2連勝で優勝はお見事。エルブ味方にもくっつけそう。誠やいばすかったかこいつ。わらわら、エルブ何してん。まあね。まあ、粉々さんたちは、まあ土を持って帰ってください。だらららららら。まあしょうがない。これは土を持って帰ってもらうしかないと。いうとこでございますが。